高木のコーナー、コーナー、いいだ、興梠のボール、さあ2対2です。いいな、フリーだったんですけど追いついた浦和レッズ。入ったばかりの高木のコーナー、そしてゴールハンター興梠。いや完全に、まあ、ゴールのストップから出てきたんですけどもね、はい、まあ、マークは完全にこう外しましたよね。まあ、これであと残り20分、はい、もうこれで、まあ、レッズの方がますます勢い出るでしょうね。これ